ICE カードは E を鉄道等で販売、利用ができる非接触方式 IC カードを利用したストアードフェアシステムカードである。2005年8月23日からサービスを開始した。カード本体やリーダライトの基本システムには Suica など鉄道 IC カード式乗車券で実績のあるフェリカが採用されている。カード裏面に刻印される番号のうち発行事業者を示す記号は E。 この記事では以上の ICE カード及びシステム全般について記す。同社では市内線、郊外線、バス共通の E カードを導入していたが、郊外線では直接カードを自動改札機に投入できず自動券売機で引き換えるようになっていた。折しも2004年国土交通省の広域的な公共交通利用転換に関する実証実験実施計画の一つとして、 松山都市圏における IC カードを用いた都心部公共交通と観光施設などの連携による公共交通利用転換実証実験が同社の市内電車、市内ループバス並びに一部の松山市内の観光施設で実施された。その結果をフィードバックし2005年8月23日 IC カードの名称で発売及び伊予鉄道市内線、郊外線、 鉄バス前線での利用を開始した中四国では、経営合理化のため前倒しで導入された高松、琴平電気鉄道、琴電バスの以下に続く2事業者目の IC、乗車券カード導入事業者となる。上記の路線や施設は、スイカやパスも、愛子コなどでの利用はできない。係員にチャージする、金額分の現金とカードを渡す。係員が端末を操作してチャージする。 領収書が発行される。入金ボタンを押し、カードを置き、チャージ分の紙幣を入れる。入金した紙幣は、全額チャージされるため、お釣りが必要な場合は窓口を使うか、事前に両替が必要である。領収書は領収書ボタンを押すと発行される。全線機に一運賃制のため、乗車時はそのまま乗車、下車時に運賃箱についているセンサーにタッチすると、運賃が、 自動的に引き落とされる。モバイル ICE カード初期設定完了すると、このように表示されれば、使用は可能になる2016年3月31日でサービスを終了した。取扱窓口に申し出る。レシートタイプの利用明細表を受け取れる。なお、利用区間は表示されず、郊外鉄道、路面電車などと表示されるのみである。同カードは、交通系。 IC カードとして、日本のデファクトスタンダードとなっている、ファリーサを採用している。また、以下同様、チャージ時にはプレミアムを付与せず、乗車時に運賃を割り引く方法を採用した。電子マネーとしては、端末の設定で任意の割引率を設定できるため、サービスレベルも汎用性も高くなっている。その点では、Suica などとの共通利用において、チャージ時にプレミアムを付加する、 IC カード乗車券よりは障壁が低い。しかし、四国共通カード構想を含め、すでに発行されている他社の鉄道、バス IC カードとの相互利用については、現時点では不透明である。2012年7月30日に JR 四国は JR 西日本とともに2014年春以降予算線の一部と、 瀬戸大橋線へアイコカを導入する予定であると発表し2014年3月より香川県内で運用を開始した。また、独自の IC カードは導入しない予定である。JR 四国のアイコカ導入発表後に四国の他の IC カード乗車券との相互利用についての見解は口述の以下以外は表明されていない。なお、以下が日本鉄道サイバネティクス協議会策定の サイバネ企画を採用しているのに対し ICE カードやデスカはサイバネ企画であるため現在のカードでは短期的な共通化は困難との指摘がある国土交通省は2015年7月15日に公表した交通系 IC カードの普及利便性拡大に向けた検討会取りまとめの中で ICE カードを含む地域独自カードについて 全国相互利用可能となっている10カードの型利用共通接続システムを構築することで、相互利用可能10カードを独自カード導入交通機関で利用可能にすることを検討するとしている。この方針に沿って、裁割値企画の以下については、2018年3月3日より、型乗り入れの形で、全国相互利用サービス対象の IC カードが、 ことでの電車路線で利用可能となり、1年後の2019年3月2日からは、ことでバスでも同様の利用が可能となった。ありがとうございます。